はい、こんにちは。セイクリッドブレイド、今日はね、レイドの動画になります。で、今回ね、レイドをやってたら、この新キャラ、ガチャ限定キャラのカレンさんがね、やってきたんでね、たまたま動画撮影してたんで、これにちょっと後付け実況をしていこうと思います。で、カレンは今はガチャでしか手に入、限定ガチャでしか手に入らないキャラで、で、近距離タイプ、闇属性かな。で、一発の威力っていうよりは手数で攻めるタイプ。4チェインとかで確か4回ぐらい連続攻撃をするはず。アクティブスキルは好きなマスに移動して、その周辺にダメージを与えるっていうタイプかな。で、サポートは、一直線上のキャラか近くのキャラに攻撃をするっていう。で、特徴はこの分身なんだよね。分身、3チェン以上で分身するのかな。で、分身した場合は、自分の移動先と移動元に、移動元に自分の分身が置かれると。で、その分身のキャラも動かすことができる。なんで、近距離キャラだけど、2箇所から、移動開始することができるんで、戦略的には結構幅が広がるっていう感じかな。あとはキャラが2人増えた時に、他のキャラで紫闇エレメントで踏んだ時に、彼2体分サポート発動するんだよね。そこが強いかな。影分身2体とも動くんで、そこがかなり強み。はい、そんな感じでね、今3チェインで影分身を自分の移動元に配置します。で、この状態で今3番目の人がね、紫エレメント踏みまくってるんで、この時にカレン2体分がサポートスキル発動します。で、1人目発動していく。さあ2人目発動していく。で、こんな感じだね。ただね、威力そんなにないんだよね。あんまり攻撃力ないから、強いかってやれたら微妙ですね。なんかあまりスキルとかの倍率がね、低いから、攻撃力はあまり当てにはならないんだけど、バリア剥がしとかに使えるのかな。結構、チェイン数稼がなきゃいけないやつとか、ヒット数多い敵、こんな感じでね、かなりサクサク切ってくれるんで、こういうチェインとか、チェインじゃないか、ヒット数稼ぎたい敵キャラの時はかなりいいかもしれないね。さあ、彼について説明することはそんなにないかな。現状、最強キャラランク的にも、あんま上位には入らないかなっていう感じかな。ルナリアとかシャノンとか、その辺がね、いるんで。闇属性とはやっぱルナリアがかなり強いんで。で、一発の威力っていう意味だと、ジェナが強いのかな。で、手数で攻めるってなったらね、シルバーがいるからね。あのキャラはスキル使うと複合タイプになるんで、あっちの方がまだ分があるかなっていう感じ。はい、じゃあそんな感じで、おっと、ゴチェインカレンでゴチェインかましていく。おお、4回ね、マックス4回切るのね。で、ゴチェインかましたんで、もう一回動ける。さあ、ここは結構紫がね、かなり多いんで、ルナリア動かして、チェイン数を稼ぐといったところでしょうか。敵の死角に潜り込む。はい。え？敵の死角に潜り込む。ああ、カレンのサポートが2回発動して呪いを与えつつ、強いよな、ほんと。このキャラの呪いはぶっ壊れですわ。壊れスキル、2倍3倍っておかしい。4チェインから3倍だったかな。おかしいんだよな、3倍って。もうなんだろう、他のキャラとのシナジーが良すぎてね。今ストーリーモード
応最後までやったんだけど、ルナリア入れなかったことがないかな。どのミッションにもルナリア入れてるね。まあルナリア入手したのが8の1だっけ、あれ8の1か8の1か忘れたんだけど、あの時に入手したんだけど、それからずっと使ってるね。まあ、万能すぎる。6方向一直線上の攻撃でかつ複合タイプって、なんかルナリア以外だとあいつか、ベンがいいのか。まあいつも強いよね、ベンもなかなか強いんだけど、やっぱね、このルナリアの呪いがめちゃくちゃ強すぎてずっと使ってますね。はい、で今どんな状況だ。カレンを使ってオチェインをかまそうとしている。あ、しかも俺いじってんの私ですね。で、アヨンチェインでスペシャルアタック4回切っていく。さあ、あとこの紫の斧持ち倒したらボスが出てくるんでしょうか。ここまで誰もスキルを使っていないですね。なんかマックスあるし35のやつ使ってみる気がするけどな。さあどうする。4チェイン、あーこいつがいたか。そういえばなんか私のキャラあれですね、ブレンダですね。ちょうど降臨イベントで入手した妖精グレンダに、このなんかレア1なのに攻撃力77の武器が手に入ったんで、これ使いたくて使ってますね。ランパートイージー、このキャラタンカーで攻撃力あんまないはずなんだけど、なかなかな火力出してますね。さあかぼちゃを、こういうアクティブ持ちにはこのかぼちゃがかなり有効ですね。召喚、いってらっしゃい。でマリアを剥がして紫エレメントをつないで、ほらカレン起動しつつルナリアの呪いを当てていくっていう感じかな。あ、2チェインか。さあゴブリンと呪いのかかった兵士、これは何でいこうかな。この時どうしたんだっけ、もう覚えてないな。呪いかかってるから適当に。いやでもこのゲーム結構あれもらえる SR が強いよね。ルナリアとシビルのことなんだけど、なんか確かこのゲームの主人公ってアルスじゃなかったなんかね、一番最初のチュートリアルでしかアレス使わなかったんだよな。まあ、SR 当たんなかったっていうのもあるんだけど、早々に退場していただきましたね。さあそんな感じでボスが出てきた。おグレンダで3チェインを剥がそうとしてるのが、まあ、3チェインこいつこそ3チェインかける5回なんで、カレンとか使って剥がしていきたいところだけど、緑エレメント結構あるしいけるんじゃないか。3チェインいけそうな気するけどね。白エレメントでつなぐつもりか。真ん中から下に緑でいってもいいと思うんだけどね。もっとグレード使っていく。ダブルアタック、バリア破壊して残り3回かな。結構盤面がばらけてますね。さあどうする。3番目の人ルナリアをいじってますね。白エレメントつないで、あ結構いけるね。白このボスも白だし目ん玉も白だし、おシャンチェーンいきました。なんか当たらない。多少変えて作っていくしかないか、うん、考えてますね。4チェインこれ当たるか。
そこで我慢した。じゃあで、残り1回。おっと、気絶した。グレンダ気絶。ただね、グレンダの HP めっちゃ多いな、こう見ると。まあちょっとレベルが高いってのもあるけど、このルナリアの人と私のレベルが32で同じなんだけど、こっちの方がね、ライフがめちゃくちゃ多いですね。まあ、確かね、衣装で600ぐらい上がって、あと HP の分、レアツつけてると500ぐらい上がるんですよ。そんなのもあってね、かなり HP が敵の死角に潜り込む。お、サクッとやるよ。めっちゃ切ってる。で、さあカレンのポチェインでボスのアーマー剥がして超必殺技当てていく。どうしようかな。緑エレメントつなぎたいけど、上から、あーでもつながんないか。こっちはどうすか。あー MP がねまだ100ありましたね。それこれをぶっ放して終了です。強いなー。あれか、弱点属性か、そもそも。ザクッと。ミークで736出して、クリア。はい、そんな感じで今回ね、カレンがいたんで使ってみたっていう感じなんだけど、うん、まあ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 。まあ、普通かな？そこまでなんか、これ強えみたいな感じはなかったかな。はい、そんな感じで、また次の動画でお会いしましょう。